はい、アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型ボクシー12スピーカー車用のスピーカーキットを紹介します。今回も超簡単取り付けです。はい、ということでこの当店のデモカーの新型ボクシーですが12スピーカー搭載車になっております。そして前の動画ではカット済みドアデッドニングキット紹介させていただきました。と言いますのもこの12スピーカーですね、純正のオーディオの中ではとても優れていまして、いろいろとですね、簡単取り付けのスピーカーキットなども検討していたんですけれども、このドアスピーカーが設置されている環境、こちらを改善してあげて音質向上を図ろうということで、前回はそのドアデッドニングキットで紹介させていただきました。そんな中だったんですけれども、スピーカーキットの発売はないのでしょうかというお問い合わせを多くいただいてもおりました。そしてザッキー自身もですね、やはりこの全体の音質、この車内の全体の音質を考えるともう少しですねクリアサウンドが欲しいなと思っておりました。ということで今回は改めましてこのドアデッドニングを施工した状態ではありますが、この状態で再度ですねオーディオを視聴して、これをさらにグレードアップしていきたいなと思います。そしてやはりテーマはですね、手軽に取り付けができること、こちらも重要なポイントになりますので、それを踏まえて最適なスピーカーを紹介します。そして今回も音源の比較をしていきたいなと思います。こちらはですね動画の後半で紹介いたします。ただデッドニングをした車両になっておりますので、前に紹介しましたドアデッドニングキット、こちらの施工後の音源と今回のこのスピーカーを交換した後の音源を収録して、そちらを比較していきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では改めてこの純正のスピーカーの状態を視聴していきたいと思います。視聴にあたってはザッキーがいつも聞いているお気に入りの音源を聞いていきますので、ここからは音声はカットさせていただきます。そして視聴もですね長くなりますので早送りをしますので、あらかじめご了承ください。それでは視聴していきます。はい、今視聴しましたけれども、やっぱりですねこちらから聞こえてくる音ですので、このダッシュボードについているスピーカーになるんですけれども、高音と中音を担うスピーカーになっていますが、この部分でもう少し全体的に言うと音のクリアさが欲しいところです。そしてそれを求めるようにですね、音設定の部分で高音中音、まあ、低音も含めていろいろと調整してみたんですけれども、この高音の部分を上げたり中音の部分を上げていったりとすると、どうしてもこの濁った感じのある状態のまま音が増幅してありですとか、そういった現象になってきますし、逆に低音の方を下げていくと音全体のバランスがですね、長時間聞いているには少し苦手な音質になってしまったりというのがありますので、今回はこの今純正でスコーカーがついている部分ですけれども、ここをですねスピーカーを交換して今の現象をですね改善してみたいなと思います。はい、では実際のスピーカーキットの商品構成を紹介したいと思います。こちらが完成したスピーカーキットになります。この商品を説明する前にですね、まず今回このスピーカーキット交換する対象となるのはダッシュボードについているスピーカーになります。はい、その純正スピーカーがこちらになります。これが実際ですね、ボクシーの12スピーカー搭載車のダッシュボードに搭載されているスピーカーになります。12スピーカーというふうに呼ばれていますけれども、ダッシュボードに搭載されているスピーカーは、個体ではこれが1つになりますけれども、実はこれでもう2つのスピーカーの構造になっています。この中心部分、この部分ですね、ここが主に高音域を担うスピーカーがついています。そしてこの周り、この部分が主に中音域を担うスピーカーになった構造になっています。2つ合わさったものと思っていただければ分かりやすいと思います。ですから、ダッシュボードはもうこれで4スピーカーになります。そして、運転席、助手席のドアで2つ、これで6個。さらに、
後ろのスライドドアで左右で2個、これで8個。そしてセカンドシートの上のあたり、ルーフ、天井にですね、左右で2個ずつついていますので、これで12ということで12スピーカーになっています。そして今回交換するのが、このダッシュボードのスピーカー。この純正スピーカーと入れ替え交換になるのが、このキッカーのスピーカーになります。はい、それでは商品の詳細になりますが、まずはスピーカー本体ですね。こちら純正でご覧になっていただいたものと同じような構造になっているのがお分かりかと思います。はい、この中心部分に高音域を担うスピーカーがついていて、この周りの部分が中音域を担うスピーカーになっています。もうこれ一つで2スピーカーになっています。そしてこちらのスピーカーは、この純正と比べてもお分かりの通り、純正と交換してすぐ取り付けられるように専用のブラケット、はい、こちらをすでにこのスピーカーに組み込んだ状態になっています。ですのでポンと入れ替えるだけで取り付けが可能ですね。はい、それに伴っての配線なんですが、もちろん配線もこのように専用に作ってあります。そしてこちらがスピーカー側になるんですけれども、特殊な構造になってますので端子は3つあります。はい、このように端子は3つになっていて、こちらがスピーカー側、そして車両側へ接続する部分はこのように純正のコネクタにカプラーオンできる状態にしてあります。ですからこれもパチンと純正の車両側につないだらば、こちらをスピーカーにつないで、このスピーカーをポンと設置してビスで固定すればもう完了という、本当にお手軽な状態になっています。その取り付け用のビス、こちらも付属します。そしてこのクッションテープも付属します。はい、こういった商品の内容になっています。はい、では実際にこちら取り付けていきましょう。はい、では実際の取り付け方法を紹介していきます。取り付けはとても簡単です。取り付けはですね、この運転席側のダッシュボードのスピーカーで紹介します。今当店のカット済みのレッドシートを施工しておりますので、このグリルの形状が分かりやすくなっていると思うんですが、このグリルをまずは取り外します。上からパチンとはまっている状態になっていますので、この縁の部分を起こして、はい、このように取り外します。はい、そうするとですね、ここに純正のスピーカーが見えてきます。こちらは今映像で見えている部分ですと、ここにタッピングビスが1箇所、そしてこの反対側にですね、もう1箇所タッピングビスが打ってありますので、この2箇所のビスを取り外すと、この純正スピーカーを外すことができます。はい、ビスを外すとこのようにスピーカーが取り外せますので、のコネクターを外します。はい、次にスピーカーキットの配線をこの先ほど外した純正のコネクターに差し込みます。はい、では続いて付属のクッションテープ、こちらをこのコネクターに巻き付けていきます。はい、次にこのスピーカーキットにこちらの端子を接続していきます。こちら3本の端子が出ていますが、それぞれに大きさが異なっています。そしてこのスピーカー側もですね、大中小と異なった形状の端子になっていますので、それぞれに合わせて差し込んでいきます。はい、これで接続がもう完了になりますので、あとはこちらをダッシュボード下に潜り込ませてスピーカーを設置していきます。はい、あとはこちらの付属の取り付けビス、こちらを使ってダッシュボードに固定していきます。はい、あとは取り外していたスピーカーのグリルを元に戻せば、はい、これで取り付けは完了になります。助手席側も同じような取り付け方法です。とても簡単に交換ができます。はい、では音源の比較をご使用いただきます。前回のドアデッドニング施工後の音源収録したものと今回のスピーカー交換後を比較しますので、前回の設定と同じ条件にします。今もうこれがなっている状態になりますが、低音中音高音これ全てフラットの状態ですね。それからバランスフェーダーは中立でフロント寄り、マックスフロント寄りになっています。
そして今一時停止中で動かせないんですが、音量は35、前回のものと同じ35レベルで再生します。今回のこのスピーカー交換後を収録したものを、前回のドアデッドニング施工後の音源収録したものと同じフレーズを交互に再生しますので、それぞれが分かりやすくなるかと思います。ただですね、このカメラのマイクで収録をしたものを今度は皆様の端末でご覧になっていただくようになると、実際にこの車内で聞いている違いほど変化は分かりにくいところがありますが、少しでも変化が伝わればいいかなと思いますので、ご視聴いただきます。はい、それではここからはヘッドフォン、イヤホン推奨になりますので、じっくりご視聴ください。はい、今回の動画、簡単取り付けスピーカーキットいかがだったでしょうか。ご覧になっていただいたようにですね、こちらは12スピーカー搭載モデルのスピーカーキットになります。もちろんですね、このスピーカーキットのみで音質のグレードアップすることは可能です。ただ今回のようにこのドアデッドニングを施してドアスピーカーの性能をさらに引き出してあげる、この相乗効果で車内の音質を向上させることがおすすめになっております。ということで、今回このボクシー用もスピーカーキット、それからドアデッドニングキット、この両方をご購入の場合には特別価格を設定しております。詳しくはですね、商品ページに記載しております。はい、その商品ページですが、今ご覧になっていただいているこちらの動画、スマートフォンでご覧の場合にはその動画の下の方にタイトルがございます。そのタイトルをタップしますと、この動画の説明文、概要欄が表示されます。そちらに商品ページの URL を記載してあります。そちらをタップしていただきますと、当店のホームページ、オンラインストアの商品ページが表示されますので、そちらで詳細を確認することができます。はい、今回紹介しましたようにですね、通信販売でご購入いただいて手軽に DIY でも施工ができるようになった商品になっておりますが、もちろんですね、当店での施工も承れます。ドアデッドニングと同時購入された場合など、ご自身での施工が自信がないなという方はですね、ぜひご利用いただければと思います。取り付けをご依頼の場合でもですね、商品ページから通常通りご購入手続きを進めていただきまして、配送の選択というところで店舗取り付け商品をご選択ください。そうしますと、こちらから工賃を含めた金額のご案内と施工日程等のお打ち合わせのメールを送らせていただきます。はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。はい、今後もこういった車種専用のオリジナル商品等を開発しましたらば、随時このアクアチャンネルで紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。